レストランウェディング？そう、できないかな、ここで。パパもママもここすごく気に入ったみたいだし。いやでも、お前絶対やとか言ってたじゃん。うん、そうなんだけど。できたんだ。は？お、マジか。ん？どうした？何の話だ？おめでとうございます。まあ、なってこと。だ、もしかして。だから何、何なんだよ、全然話が見えねえよ。だからできたんだよ、子供が。え？え、嘘、マジで健太パパになるの？パパじゃん、健太。でさ、貯金とかもないし、子供のためにやっぱ金は大事に使わなきゃなって話になって、それでここで身内集めてバーッとやれたらいいな。いや、そんな堅苦しい感じじゃなくていいんだよ。披露宴って感じよりはパーッと、まあパーティーみたいな感じでみんなでこうやるよ。え？子供って、そんなすげえことここで祝わなくてどうすんだよ。よし、俺に任せてくれ。お前らのためにこの店で最高のレストランウェディングやってるよ。よっしゃー、やろう、やろう。って言って何すりゃいいんだよ、レストランウェディングって。いつ頃からだろう、同窓会やパーティーで大人数が集まるたびに独特の劣等感があった。同じ年代のやつらが結婚したり名刺を交換したり仕事や子供の話をしたり、俺の人生は明らかに遅れを取っている。俺だけがまだ本当の人生を生きられていない、そんな気分。そんな仲間の一人だった健太が今こうして家族を作ろうとしている。うちのショップ月曜休みなんで月曜がいいな。月曜日ですか。じゃあ今から声をかけるとして、この辺りじゃどうかしら。ああ、いいんじゃないか、友引きだし。それから招待するお客様の数は？親と学校の時の友達とノリオたちと全部で 3,40 人ぐらいにはなっちゃうんじゃない？でしたらお店を貸し切りにして改正にするのがいいと思います。出席する方もあのお祝い金のこととかで気を使わなくて済みますし。おお、それがいいよ。あの固い挨拶とかもなるべくなしで。わかりました。たくさんどうでしょう、たくさん司会されてみたら。え、俺？もちろん K。 いや、へえ、俺はどうしようかな。そうだ、新婦やってやろうか。実家寺だし。いや、寺関係ねえよ。あ、まあ、それは素晴らしいわ。じゃあ、たくさんが司会で剛さんが新婦。旦那様はなんか音響とかお願いします。いやだな、僕だけそんな地味な仕事。手品はどう？パーッと派手なことできるよ。若い方のお式なんですから、我々大人は裏方に徹しませんと。はい。あとは、新郎新婦のお衣装とウェディングケーキ、それからお友達のスピーチとか余興とかは？っていうか、睦子さん、すげえ仕切り良くないですか？こういうことならお任せください。実は私、25で脱サラしてからしばらく、あの旅芸人の一座で働いていたことがあるんです。もちろん出演じゃなくて裏方の方ですけど。睦子さん、じゃあ若い頃、OL さんだったの？ええ。丸の内の商社で事務を。いやいや、普通に旅芸人の方がびっくりでしょう。実は、最初の夫っていうのは…ちょっと待て！で、俺は？俺って何やりゃいいんだよ、健太のレストランウェディングで。お前はそりゃ料理だろ。そうですよ、坊ちゃん、美味しいお料理を食べながらお祝いをする、それがレストランウェディングなんです。結婚式にふさわしい華やかなお料理がないと。料理か、いや、その発想はなかったな。お前バカか。よし、任しとけ、うん、頼む。パーティー料理か、楽しみだね。あ、そういえば最近あの食いしん坊のちえちゃん食べに来てないね。まだ